1>, 1、河木、公開中、ギャガ配給、告白、の中島哲也監督が役所講示を主演に迎え、深町明夫の、果てしなき河木、を映画化、突然、失踪してしまった優等生の娘を、元刑事の父親が創作するうちに想像もしていなかった事態に巻き込まれていく姿を描く、主人公の娘役をオーディションで抜擢された新人の小松菜奈が演じるほか、妻夫木聡、小田切城、 中谷美紀らが顔を揃える。2、トランセンデンス。公開中。ポニーキャニオン、松竹配給世界初の意識を持った人工知能を作り出そうとする科学者の姿と想像を絶する行方を描き出す SF 大作。ジョニー・デップが主演を務めるほか、レベッカ・ホール、モーガン・フリーマンらが出演。ダークナイト、三部作で撮影監督を務めたウォーリーフスターが監督デビューを飾り。 クリストファー・ノーランが制作葬式を務めた注目作だ。3、二つ目の窓。公開中、アスミックエース配給。カンヌをはじめ世界の映画祭で高い評価を集める川瀬直美監督の最新作、美しい海と太古の風景が広がる奄美大島を舞台に、16歳の少年と少女、彼らを取り巻く大人たちの生き方を通して、命のつながりや人と自然との共存、生と死のドラマを描き出す。 オーディションで選ばれた村上虹郎と吉永淳が主演を務め、杉本哲太、松田美由紀らが共演する。4、プロミストランド。8月公開、キノフィルムズ配給。1997年の、フットウィルハンティング、旅立ち。と同じくマット・デーモンが脚本と主演を、ガスガン・サントが監督を務めた人間ドラマ。 演じるガス会社のセールスマンが訪れた小さな田舎町で自身の人生を変えてしまう出来事に遭遇する様を描く共演は「バーナスター・リーディング」のフランシス・マクドーマンド「5・インプ・ザ・ストーム」8月22日ド、公開「バーナー・配給。過去に例がないほどの規模で迫りくる竜巻と気まぐれで恐ろしいサイクロンに翻弄され観測し立ち向かう人々のドラマを描いたパニック映画 命がけで竜巻に近づき、規模や強さを観測するストームチェイサーの目を通して、目前に嵐が迫ってくる感覚が味わえる映像は必見だ。監督は、ファイナルデッドブリッジのスティーブン・クオーレ。